皆さんこんにちは。もごもご입니다。朝鮮の三大王の手宗イーバンオンの長男、ヤンヨンデ軍は、長男だったので、後継者になりました。ただし、以前の動画で説明したように、ものすごく最悪な後継者だったので、結局、おろされてしまいました。 で、それで次の後継者は三男、中央大軍が後継者になり、後にこの三男、中央大軍は朝鮮半島最古の王、清庄大王になります。じゃあ、つまりまとめてみると、えー、手順伊の長男は後継者にはなってみました。そして三男、中央大軍は王になります。 しかし、皆さん、次男のことをお忘れではありませんか実際、この糸が主役になる、えー、ドラマとかないので、えー、今日はこの次男、漂亮で軍に関して皆さんに紹介してみたいと思います。じゃあ、一旦、まず、テジョンイーバンオンは自分が子男だったので、宗教的には長男が次の後継者にならないといけないので、三男が頭がいい。 ということは知っているものの、やむを得ず、長男に後継者を任せますが、結局、廃位されてしまいました。じゃあ、こうなると、皆さん、中共は基本的に長男が引き継ぐのが当然なんですよ。そうなると、じゃあ、 順番的に次男が王になるべきではありませんか一体次男はどうして王になれなかったんでしょうかじゃあ一旦まず教科書などで見てみると、 えー、南のヒョウ軍ョン軍が、えー、長男と三男の戦いを見て、三男があまりにも真面目で勉強ができるなと思いまして、えー、自分自身が邪魔だと思って自分自らお寺に入ったと、えー、書いています。私も教科書でこんな感じで教わりました。 えー、しかし、えー、最近はまた面白いのが明らかになったんですが、じゃあ一旦まず皆さんがこの知難の表領で行くんだったらどうでしょう本当に王権に欲はなかったと思いますか じゃあ、一旦、まず、ヒョウリョン軍は、朝鮮の貴族だったら、もちろんできないといけないという弓がとってもうまかったらしいんですよ。そして、勉強も悪くなかったみたいですよ。とっても真面目に勉強していたらしいですね。 えー、なので、家臣たちから、えー、長男よりはるかにいいという評価をもらっていました。えー、つまり、次男は、えー、実際は評判もとってもいい後継者の候補だったんです。 なので、実際、地南漂流出軍も王になりたくないわけではなかったと思います。こういった記録がありますが、ある日、漂流出軍が勉強していると、ヤ、え、ン、ー、ニョ,ョンデ軍がいきなり漂流出軍のところに来て、この野郎、お前も王になりたいのかと言ってて、お前なんでこういった勉強しているのかって怒ってたらしいですよ。えー、それで、ヤンニョ,ョンデ軍は自分の弟、漂流出軍にこう言います。 お前はまさにバカだな。父上の本意がわからないのかと言って、これを聞いた漂亮グ軍がそこで反省して後継者を諦めたという話がありますが、このエピソードだけ見てみても、漂亮グ軍は王になりたい気持ちはあったと思います。 えー、ただし、やっぱりイーバンオンの本位は三男、ヨンデ軍を後継者にしたかったので、結局後継者はヨンデ軍になりますね。じゃあ、ここでイーバンオンはどうして次男であるョンデ軍が後継者になれないのかという理由を3つ挙げます。その中で一つが、 ちなは性格が良すぎるということでした。はい。ひょうりではとっても性格が良かったみたいですよ。えー、さらにイヴァンはこういった話もしますが、要はちなの笑顔しか見た覚えがない。つまり、父が何を言ってもひょうりでくは、あははって笑っていただけだったらしいですね。あまり感情を見せなかったんでしょうか。 えー、つまり、ものすごく優しい性格なのは、この発言でもわかりますが、えー、イーバンオンがクーデタで、えーで作り上げた今の朝鮮には、ちょっとふさわしくない王だったんですね。えー、実際、ヒョリョンデグにはこういったエピソードもあるんです。ある日、えー、ちょっと家臣が来て、えー、自分のいとこ、また家族に、えー、ちょっと感触をあげてほしい。感触をあげないと、カモンが潰れてしまいますと、えー、こうやってお願いをしたら、やっぱりヒョリョンデグンはこれが、 断れず、えー、これれずこを、えー、受け入れたらしいですよなので、感触を与えることができましたが、えー、後にこれが父にばれてしまって、えー、この感触をお願いした人たちはみんな追放されて、漂流殿は許されたらしいんですが、いい番号から見てみると、えー、これは次の応答してはいけない行動をやってしまいましたね。 また、こういった漂流米軍の性格の良さは、朝鮮全国に知られていたらしいですよ。え非公式記録によりますと、ヤンニョンデ軍が、アリを奪おうとしたときに、えー、ちょっとアリが動かないから、 え、氷涼手軍が、オり、君と会いたいと言ってるんだと言って、嘘をついて、え、リりを連れていたという、非公式記録もありますので、氷涼手軍はみんなに優しい人という評判を持っていたと思いますね。 ここで余談なんですが、最近のドラマ、テジョン・イーバンオンのこの場面、つまりこの子役のこの三人って、ものすごく演技がうまかったと思います。長男のヤンヨングデグン役の子役はいつも天真爛漫な笑顔で笑っていて、三男のチュンヨングデグンはなんか勉強がしたい、本読みたい顔をしていて、次男のヒョロヨングデグンはいつも笑顔でしたね。 はいじゃあ話戻しまして、氷涼大軍が王になれない2つ目の理由は、えー、氷涼大軍はお酒が飲めないということでした。 朝鮮は儒教の国なので、儒教ではある程度お酒を飲まないと、政治もできないし、まあ、男らしくないというイメージがあったようですね。なので、お酒が飲めないので、王になれない。皆さん、これだけでは納得いかないでしょう。まあ、お酒は学べばいいんじゃないのという話なんですが、実はこれは解釈してみますと、お酒が飲めないと言って、実際その内容は、 え、ヒョリョンデンが仏教マニアだったので、これを解釈してみると、君は仏教マニアなので王にはなれないんだという話だったと思います。え、高麗までは仏教がとても大事な宗教だったんですが、朝鮮に入っては仏教は 徹底的に抑えられましたね。公式的には。裏では全部やってましたが。なので、そういった仏教マニアの王を宗教の国で挙げるのできなかったので、こういった理由でも評論的にはできなかったでしょう。えー、つまり、仏教ではお酒が禁止だったので、お酒が飲めなかったんですね。なので、王になれないという話ですね。 で、最後の理由は、三男は息子も頭がいいという理由でした。三男と言ったら、中年大軍、聖征大王ですが、聖征大王の息子は、文征でしたね、えー。実際最近の研究によりますと、聖征大王がハングルを作るときに、文征も一緒に参加したという、えー、のがちょっと明らかになったので、これも後に紹介してみたいと思いますが、えー、この文征という、えー、王もとても頭が良かったみたいですよ。 テジョン・イバウンとしてはこの次の後継者も頭がいいということで期待ができたので、まあ、こういった理由で結局次男・ヒョウリョンデ軍は王になれなかったんですねなのでヒョウリョンデ軍は自らお寺に入ることになりますつまり教科書が完全間違ったわけではないですよね ヒョでリョンデ軍はお寺に入ってから王族なので僧侶にはなれないんですよ。やっぱり儒教の王族なので僧侶になったら反逆行為になりますので、王族の身分として仏教を守ることを続けますね。ヒョでリョンデ軍は王族という身分を使ってお寺などをだいぶ増築したらしいので、ヒョでリョンデ軍のおかげで朝鮮は仏教が続けられたと言えるでしょう。 そのおかげなのか、まあ、いろんなお寺で漂涼で軍の肖像画が残っているのでえ、実際朝鮮王族の顔が確認できる、とても数少ない資料がえこの絵なんですよ。これが漂涼で軍なんですが、は、 東京に入って、政治から離れて、ストレスがない生活をしたおかげなのか、かなり長生きしますが、先ほど言った三男の成城大王は、いろいろ忙しかったので、カロットストレスで54歳で奉行しますね。 えー、そして、長男のヤンヨンデ軍は、まあ、お酒と女遊びで幸せな人生を送って、69歳まで生きていました。でも、次男のヒョウリョンデ軍は、なんと、当時91歳まで生きていました。 これはものすごく長生きなんですね。あの、朝鮮王の中で一番長生きした四条も84歳だったので、まあ、これは素晴らしい記録だと思います。これを分かりやすく説明してみると、つまり、漂亮台軍は、漂亮台軍のじいちゃんである定イ伊ンゲから、十大王の四三軍まで見てたということなんですよね。四三軍が後継者になった時に、漂亮台軍は亡くなります。その おかげなのかいろんな子孫も残していて。 え実際、今、チョンジュ一心の中で、ヒョウリョンデ軍派というのは、現在40万人ぐらいいるらしいですよ。つまり、ヒョウリョンデ軍の子孫が40万人いて、その中で、少女時代のソニーさんとか、SM エンターテインメントのイースマンさんなどが、このヒョウリョンデ軍の子孫なんですね。まあ、それ以外にも、皆さんが写真で見たら、ああ、この人とわかるような有名な韓国の俳優、またはお笑い芸人など、 兵力軍の子孫だそうです。 ヒョウリョンデ軍は長生きできましたが、ストレスが全くないわけではなかったんです。そのストレスが長男、つまり兄、ヤンニョンデ軍でした。ヤンニョンデ軍はヒョウリョンデ軍がいるお寺によく遊びに来たんですが、その都度その都度、自分が山で狩りをしたお肉とお酒と醸成も連れてきて、僧侶たちの前でそれを食べていたらしいですよ。つまり宴会を開いたということなんですね。 僧侶たちの前で、えそれでリョンデ軍は、兄上、あの世で罰せられますと言って注意をしても、ヤンニョンデ軍は、俺は生きてるうちは王の兄。セジョン大王の兄ですよね。そして、死んだら仏の兄。 当時、ヒョウリョンデ軍は仏と呼ばれていたので、まあ、死んだら仏の兄ということなんですね。なので、俺に恐れるものはなしと言ってて、毎回ヒョウリョンデ軍の話を無視して、えー、お寺で宴会をしていたらしいです。本当に最後まで最悪な人間のヤンニョンデ軍でしたね。はい、今日の話はここまでです。つまり、ちなんであったヒョウリョンデ軍は有能ではありました。 え普通に生まれたら、まあ、普通に王になれたと思います。しかし、残念ながら、えー、弟であった三男、成城大王があまりにも有能だったので、結局王になれなかった男なんですが、えー、むしろ王になれなかったので幸せな人生を生きていたと思います。じゃあ、今日の話はここまでです。聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこまおよ。여러분、あんにょーん。